やろう。これは IYC JAPAN。 この福井の日本に広めるためにチャンネル登録といいねお願いします。やろう。 This is redemption. We go the distance. Cross the waters. Teach our people. This is a mission. 12 tribes worldwide. This is redemption. Yeah, yeah. This is redemption. This is redemption. シャロール、これは IYC JAPAN。 私はヨナヘイシ。今日はデュトロノミー28 Part 2、新命記28 の Part 2。さっき の続き、Part 1に話したのは、私たち黒人、ヒスパニック、ネイティブアメリカン、神の律法を守らなかったので、呪われています。また奴隷になって、今でも、呪われています。だから、このパート2の続き、その呪いをちょっと説明します。最初に、聖書の英語のバージョンとの日本語のバージョン、そして説明します。最初に、英語のバージョンの、Deuteronomy chapter 28 verse 30、新命記28 の30節。じゃ、Thou shalt betroth a wife, and another man shall lie with her. Thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein.Thou shalt plant a vineyard and shalt not gather the grapes thereof. That's 30 setsu. あなたは妻をめとっても、他の人が彼女と寝るであろう。そう、私たちの妻が、白人、この民族にレイプされます。家を建てても、その中に住まないであろう。私たちを、家を建てても、他の民族の家を、奴隷としての建てても、その家に住めないです。ブドウの畑を作っても、その実を摘み取ることができないであろう。そう、その作ったものを畑での、作ったものを取れないです。だから、それ全部他の民族にあげるから、奴隷だから。じゃあ、verse 31. Thine ox shall be slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof.Thine ass shall be violently taken away from before thy face, and shall not be restored to thee. Thy sheep shall be given unto thine enemies, and thou shalt have none to rescue them. じゃあ31節。あなたの牛が目の前でほふられても、あなたはそれを食べることができず、あなたの老婆が目の前で奪われても、返されないであろう。そう、簡単に言うと、例えば、ガッド、そのネイティブアメリカは、ヨーロッパ人がアメリカに行った時に、その全部の、動物、羊、馬とかロバとか、そのヨーロッパ人がそれを取りました。あなたの、羊や敵の、ものになっても、それを作って、あなたに返すものはないであろう。そう、それはそのヨーロッパ人が、敵、ヨーロッパ人、その白人がそのものを取っても救うものはいなかったんです。だから救う私たちはその取られても今でも全然返せなかったんですよ。じゃあ、next、verse 32節。Thy sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine eyes shall look and fail with longing for them all the day long, and there shall be no might in thine hand. じゃあ、32節。あなたの息子や娘は他国民に渡される。そう、その他国民はそのヨーロッパ人に渡されるんです。その例えばガッドの子供たち、私の子供たちも他の民族にヨーロッパ人に渡されるんです。
あなたの目はそれを見、終日の体を慕って衰えるが、あなたは帝王の施すのすべて、施すのすべもないであろう。そう、私たちは何もできなかったんです。まあ、取れた、まあ、もちろん、まあ、返したい、まあ、取りたかったんですが、まあ、何もできなかったんです。私たちの子供たちは、他の、まあ、民族に渡されました。まあ、売られました。じゃあ、verse 33節。The fruit of thy land and all thy labor shall the nation which thou knowest not eat up.And thou shalt only be oppressed and crushed alway. 33節。あなたの地の産物及び、あなたの労して得たものは、みんなあなたの知らない民が食べるであろう。そう、その知らない民はそのヨーロッパ人。その他の民族、まあ、知らなかったんです。その民族が私たちに来の地に来て、私たち の作ったものを、まあ、全部取りました、食べました。で、あなたは、ただ常に教えたげられ、苦しめられるのみであろう。そう、私たち、まあ、そのところにも、何もできなかった。その苦しむだけできたんです。まあ、苦しみしかできなかったんです。じゃあ、verse 34。So that thou shalt be mad for the sight of thine eyes, which thou shalt see. じゃあ34節。こうして、あなたは目に見る事柄によって、気が狂うに至るであろう。そう、あれを見て、まあ、何もできないから気が狂うんです。すごく怒るんです。どうしたらいいか、まあ、悩むんです。でも何もできなかったんです。まあ、考えても何もできなかったんです。じゃあ、verse 35。The Lord shall smite thee in the knees and in the legs with a sore botch that cannot be healed from the sole of thy foot unto the top of thy head. じゃあ、35節。主はあなたの膝と萩とに悪い癒しの得ない腫れ物の生じさせて足の裏から頭の頂まで及ぼされる であろう。そう、まあ、その皮膚病とか、まあ、さっき言ったんですね、まあ、奴隷 の時は、まあ、よくまあ、お風呂とか、まあ、シャワー、まあなかなかなかったんです。だから何週間はまあ、フルは入れず、まあ、入らなかったので、だからそのことが起こるんです。そして、まあ、奴隷 の船に、まあ、行った時も、まあ、何ヶ月、まあ、フルに入ってなかったし、まあ、体を、まあ、洗ってなかったので、まあ、だからそのところから、まあ、それは出たんです。じゃあ、next verse 36。The Lord shall bring thee and thy king, which thou shalt set over thee, unto a nation which neither thou nor thy fathers have known. And there shalt thou serve other gods, wood and stone. 36節。主はあなたとあなたのが立っていた王を携えて、あなたもあなたの先祖も知れない国に移されるであろう。その知れない国はそのアメリカ。あと、まあ、ブラジルとか、メキシコとか、その、まあ、そのアメリカとか、あと、ブラジルとか、まあ、まあ、移されたのの地に、そのところで、もう、奴隷に、まあ、なりました。そして、次、あなたは、そこで、木や、石で、作った、他の神々に、使えるであろう。と、そのことは、アメリカでは、その木、の、他の神、そう、木で作った神、その、キリスト教の十文字のことですよ。まあ、要は、私たちの民族は、その十文字のキリスト教で、その神を、その神と、まあ、本当の聖書が話している神とは全然違うんです。まあ、例えば、まあ、イエスは白人
でも、まあ、キリスト教で言っていません。でも本当 の, あの、まあ、イエスは、まあ、黒人だった。そしてあの、まあ、律法を守らなくていい。あのまあ、でも、まあ、ステーションにはあの、まあ、律法を 守らない人は、まあ、天国には入れないと、まあ、言ってます。だから、あのまあ、他のその神を、まあ、しやあの使えてます。その意思で作ったそのイスラム教、まあ、あのよくあの、まあ、奴隷、私たちは奴隷になるときに、まあ、よくあの、まあ、メルクマネの奴隷制をしていますが、でもアラブ人も私たちをあの、まあ、奴隷にしました。で、あの私たちはあのその時はあのそのイスラム教ではあのカバ石、まあ、カバストーンということをあの、まあ、あの礼拝しています。だからあのその時もあの、まあ、その石、そのところであのまあ、私たちは、まあ、イスラム教のカワソの、まあ、礼拝しています。今も。だから、今もの黒人、イスパニックを見たら、まあ、大体クリスト教、まあ、カトリック教とか、それが、まあ、イスラム教、まあ、それが、まあ、一番多いです。まあ、やってるの宗教です。じゃあ、verse 37. That, and thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword among all nations whither the Lord shall lead thee.じゃあ37節。あなたは、あの主があなたをあの追いやられるもろもろの民の中で、と中であの驚きとなり、そう驚きとなり、そう、まあ、その驚きとなり、他の民族は私たちを見て、あ、これは本当のイスラエル人、その本当のユダヤ人ですか。それはありえない。本当の、まあ、このところからあのこのところにの、まあ、下ろしましたか。あのそのことを、まあ、驚きになるんです。あのことわざとなり、その笑い草のとなるであろう。そのことわざとなり、あの、まあ、英語では、まあ、よく例えば黒人はあの、まあ、ユダヤ人とかイスラエル人じゃなくて、まあ、ブラック。それはことわざ。あの、まあ、その、ヒスパニック。本当の名前じゃないです。それが、あの、まあ、スピック。まあ、ネガーとか。その、まあ、悪い、その、まあ、悪い意味の、のことを、まあ、呼ばれるんです。だからそういうことを話しています。そう、次、verse 38. Thou shalt carry much seed out into the field, and shalt gather but little in, for the locust shall consume it. じゃあ38節。38節。あなたが多くの種を畑に携えて出ても、その収穫は少ないであろう。あの稲穂がそれを食い尽くすからである。そう、まあ、例えば農家での働いた時にの、あの、まあ、その、まあ、虫や、あの、まあ、私たちも作物を食べるんです。じゃあ、verse 39. Thou shalt plant vineyards and dress them, but shalt neither drink of the wine nor gather the grapes, for the worm shall eat them. That's 39節。あなたがブドウ畑を作り、それに土買ってもそのブドウ酒を飲むことができず、その実を集めることをないであろう。虫がそれを食べるからである。そう、まあ、その虫が私たちの、まあ、ものを全部食べるんです。まあ、イスラエルにの、まあ、行った時も、まあ、それがあったんですが、でもまあ、今の、他の、例えばヒスパニックの、さ、例えばメキシコとか、アルゼンティンとか、まあ、コロンビアとか、まあ、そういうことにも、まあ、起こっています、今も。じゃあ、next, verse number 40. Thou shalt have olive trees throughout all thy coast, but thou shalt not anoint thyself with the oil.For thine oil shall cast its fruit. じゃあ40節。あなたの国には、あなたの国には、アメネクのオリーブの木が あるであろう。しかし、あなたはそれを油を身に塗ることができないであろう。そう、その、まあ、油を、まあ、大体身に、まあ、塗るんです。その頭に塗るんです。しかし、はい、その実が
みんな落ちしてしまうからだよ。そう、まあ、そのところも、まあ、全然、まあ、捉えなかったんです。まあ、もうダメになりました。じゃあ、verse 41: Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them, for they shall go into captivity. じゃあ、41節。息子や娘が、あなたに生まれても、あなたのものにならないであろう。からは捉えられていくからである。そう、そう、他の民族に捉えるんですよ。私たちの子供の友達。だから、まあ、奴隷だった時は、まあ、他の民族に、まあ、生まれた後、だいたい、まあ、2か3歳ぐらいまで、まあ、縛られした後、まあ、すぐの他の人に売られるんです。それは本当の歴史です。だった。Verse 42. All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume. じゃあ42節。あなたの、もろもろの木、および地の産物は、稲子が取って食べるであろう。まあ、まあ、簡単ですけど、まあ、稲子は私たちの、まあ、食べ物を食べるんです。じゃあ、verse 43: The stranger that is within thee shall get up above thee very high, and thou shalt come down very low. 43節。あなたのうちに起立するの他国人はますます高くなり、あなたの上に出て、あなたはますます低くなるであろう。そう、イスラエルがエジプトの、まあ、パロから、まあ、エジプトから最初に出た時に、イスラエル人だけではなくて、他の民族が一緒に逃げました。そして、まあ、まあ、モーセが、その呪いを、まあ、神がその呪いを、まあ、エジプトに、まあ、かけた後、まあ、私たちは、エジプトから、まあ、逃げました。そこ、他の民族は一緒に逃げました。そして、だから、他の民族は、私たちの、まあ、割と近くだったんですが、まあ、そのところは、まあ、私たちは一番上のところだった。でも、まあ、神の律法を守らなかったら、神は、まあ、それは逆にする。だから、今も、まあ、俺たちは、例えば、金が何かいるとき、他の民族に行くんです。まあ、例えば、家のローンとか、車が欲しいときとか、まあ、南方の他の民族に言ってるんです。で、その44節が、まあ、説明します。じゃあ、verse 44:He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him. He shall be the head, and thou shalt be the tail. じゃあ、44節。はい、彼は、あなたに、貸し、あなたは、彼に、貸すことができない。彼は頭となり、あなたは王となるであろう。そう、私たちの、まあ、まあ、状況が、まあ、変わりました。まあ、一番その時は一番上だったが、今は私たちは、まあ、今一番下です。だから、まあ、何があってもお金がいる時に、何かがいるときに、他の民族に行っています、頼んでいます。自分でできないです。自分の民族から、まあ、できないです。なぜかというと、まあ、呪われています。で、これで、part 2終わります。じゃあ、その続き、part 3に読みます。シャロン。Nation is men leading by example. Nation is family.
role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word. His word.